今週も未来につながるお話を伺っていきますまずは番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介しますね京都府のラジオネーム一層さん三十一歳女性の方ですねおじさんこんにちはこの番組は明日から始まる仕事へのモチベーションアップにつながります勤務先では口の立つ人や上司へのお便ちゃらが容量をよくやっている人が出世をし黙って努力する人は認められないでいます 大きい人ばかり得をしているので私のようなものはいつまでたっても日の目を見ることがありません何かアドバイスをいただきたいですよろしくお願いしますということなんですけど一層さんそうなのか悔しいよねだけどねそのこれどこでもあることだと思うんですよ口の立つ人とかね上司へのお弁ちゃらが得意な人が出世しちゃうっていうまあだけど自分のね価値もちゃんと認めてもらいたいっていうこういうことってどう考えればいいのかっていうのはね まさにメンタルの問題ですよね今日ねそういうことについて非常にいいアドバイスをしてくださるお客様をお迎えしています今夜お迎えしたお客様は元シンクロナイストスイミングの選手で現在はメンタルトレーニングの指導者としてご活躍中の田中ウルベ都さんです田中さんは1988年のソウルオリンピックでシンクロナイストスイミングデュエットで見事銅メダルを獲得 引退後の現在はスポーツ選手やコーチへのメンタルトレーニングを専門に活動をされていらっしゃいます今夜はですねなぜメンタルトレーニングを専門にされたのかそして田中さんの人生を振り返りですね夢を叶えるためのヒントを探っていきたいと思いますお目にかえってこいですありがとうございます <laughs> とんでもないですよろしくお願いしますソウルオリンピックでしたよね <laughs> はい小谷さんですよねはい、はいえっと、パートナーの方はね小谷美加子さんですよね、はい、小谷美加子ちゃんとのデュエットで ちょうど大学4年生の時になるんですけど、はい。はい、見事、ドメダル獲得ということで、美人ペアでね、やっぱりシンクロの選手は美人じゃないとなれないのかという、いや我々の中では。小谷さんにはめちゃくちゃファンレターがたくさんあってですね、はい、もうそれが一番嫌なことだったんですけど。えー <laughs> いやあとになって今46なんですけど、はい、25年前は「田中さんのファンでした」とかたまに言ってくださる方がいるんですけど <laughs> いや頼むから25年前にそれを言っといてくれないか、えー、当時ファンたくさんいたでしょい,いたらもっと結果的に心理学を学ぶほど悩まなかったんですけどええ子供のファンはいましたはいスターアスリートの実態というのを今日ぜひ。<laughs> いいろろお伺いしたいと思うんですけど田中ウルヴェ都というこのウルヴェというのはご結婚されたのがフランスの方ってことですね。はい、ウルヴェさんっていう名字のフランス人と結婚したした,た引退してから、えー、3年後にアメリカでその心理学の大学院に行くんですけど、はい、その時の同じキャンパスにいた学生だっただけです。 あシンクロ全全くく関係ないですか全<く>アスリートとしてまあオリンピックでもう本当やるべきことやってその後じゃあちょ,、はい、ちょっとまた違う人生やってた時に出会んかちょうどオリンピック終わって、はいまあ、まあ人生成功したって勘違いしてたのがちょうど20代前半だったので、はい、なんか成功って一つしかないと思ってたので<お>社会的に有名になったと勘違いしたし自分の。 目指していた夢が叶ったのでそしたらなんか人生が分かんなくなっちゃってあもうやっちゃったやるべきことやっちゃったみたいな <laughs> はい、はい、なのに世界はどうも広そうだし、うん、シンクロっていうアイデンティティを取ったら私って誰なんだろうっていうのをすっごく悩み始めた時に出会ったのがまあそれですね僕ね今の話聞いてすごく わぁと思ったのが、はい、あの、普通、もうだってね、オリンピックでメダル取ったって言ったら、もうやることやっちゃって、うん、その後の人生は、もうその後の、まあ、よかとは言わないけどね、って思うけど、今のお話伺ってると、田中さんもオリンピックでメダルを取っちゃったんだけど、実は、はっと気づいたら、私、これから何しようって言って、 の、はい、の状態だったったていうことなんでですすよね全くその通りです表彰式に出て、はい、その日の日記には「はい、やりきった」とかたくさん書いてるんですよ、うん、で「夢を叶えた」とか「みんなに感謝」だとか、はい、いわゆる今で言う当たり前のこと書いてるんですけど、うん、まあその後にふと人生ってなんだろうって振り返ったらこの成功は単なる、まあ、単なる成功っておこがましいんですけど成功って普通だってオリンピックのメダルって取れないんですから <laughs> 取りたくても。うん だからそれはもうすごいことなんだけどでもその後の人生また出発点になった時って今のリスナーの方々とあんまり変わらなくなったってことですねだってそうですねでもね、うん、リスナーの方よりももっとひどいなんでかっていうとシンクロしか知らなかったから、はい、バイトもしたことないしお友達も要は限りがあったしでいわゆる社会経験っていうものがなかった。 バランスののの悪いい自分っっていうをを知らざるを得なくなくたのこれは一番痛かったですスポーツしか知らないいっていうそうか。ということはもうオリンピックでメダル取って普通だったらそこですごいことやったって思うんだけどそこから逆に人生が始まったってことで逆にね心理学の中でその例えばスポーツ心理学みたいなのもあり最近はなんかいかにクリエイティブで前向きに生きるかみたいなポジティブ心理学みたいなのもあってそのオリンピックのアスリートとしてメダル取るに至った自分自身の例えば。 方方とか、はい、高め方みたいなのはやはり心理学やられてまた新しく糧になってるところもあるんじゃないですか、うん、こういろんなプロセスで、まあね、机上の理論も勉強する中であこれってやったなっていうのを振り返ってみると、うん、選手の時に一番実力を発揮するために大事だったのはいかにネガティブなことを現実にイメージできるかってことなんですよね。すごくわかりますですから前向きにとかポジティブにっていうのはネガティブなことも分かった上でってことですよね。はい、はいはい ちなみにそのオリンピックに出場してメダルを取るそのアスリートとしてのプロセスの中でどんなネガティブなことっていうのをやっぱり思い浮かべて、はい、要はあの現実に起こりそうなハプニングは全てイメージでもう作っておいてそれを対処しておくイメージまで終了させておく。へ<ー>なぜなら当日 何が起こるかわからないから。確かに。水着が脱げたとかっていうくだらないこととかもイメージさえしておけば、あ、これはこんな風に対処すればいいねって、要は対処、コーピングしておけば、どんなこともどうにかなるっていう自信ですよね。だから受験生だったら落ちちゃった時のことを例えばイメージするってことですよね。例えば。おっしゃったとこまで行くとあの取り返しつかないので、<laughs> う<か>あのうわ、この問題やばいの。 準備をしといたらいいその準備をしとくと。<laughs> はい、ちなみにそもそも論なんですけども、このメンタルトレーニングというのは、どのようなことだと考えればよろしいんでしょうか試合で今日はやる気が出なかった。はい、次の日何しますかってことなんです。お<う>またみんな筋トレするんです。 <laughs> あるいはバッティングを100回やるわけです <laughs> なんか僕が子供の時見てた巨人の星みたいな世界ですね <laughs>、はい、そういうことをやりがちだとはい。でそこでやる気が出なかったといういい経験があるのなら<う>やる気を出すためのメンタルトレーニングを科学的根拠をもとにデータを取ってやるこれがメンタルトレーニングですメンタルほっといて、はい、体に行っちゃダメだよってことですねはい。なのに皆さんそれをやるんです自信がなかった緊張した た練習不足だなっておっしゃるんです、うん、自分もそうでした選手の時練習不足なんじゃない戦略負けなんじゃない単に緊張したんだってせっかくわかったのに、うん、緊張を本番で起こさないためのメンタルトレーニングをすればいいだけなんです非常に論理的に筋が通った話ですよね <laughs> あだから、フィジカルなその体のトレーニングと何も変わったところはないということですよね、はい、ですから、トレーニングって書いてあるから、毎日やんなきゃいけないんです、メンタルトレーニングは <laughs>。どういうことをやるんでしょうか、はい、例えば、プロの選手たちによくやる、まあ、一番そうだな、プロゴルファーとかだと一番分かりやすいと思うんですけど。はいはい ゴルフをやっている最中の自分の独り言を書き換えるというトレーニングを毎回やります。でも書き換えるためには、そもそも自分が独り言で何言ってるかをまず分かんなきゃいけないので。はい、ああ、今日は肘が痛いなとか、ああ、今日は風が右向きだからやりにくいなとかいう。こういう独り言を全部まず拾ってもらうっていう練習をします。なるほど。で、それのうちで、心に影響してしまっているネガティブな独り言があったら。 それを建設的なものに変えるっていう地道なものです <laughs> て。ということは例えばですね、はい、右肘が痛いなっていうつぶやきの場合どうすればいいんですかはい右肘が痛いなって思ったことで「パフォーマンスよくなったの?」って言ったら「いやよくならない」「じゃあんで考えるの?うん」いや痛いから」じゃあここが痛いんだったら「うん、じゃあ痛い以外にほかに考えられることある?」って言ったら「いや じゃあ左左ののここととを考えることが可能かな、OK? 左の肘をどういうふうに何を考えると右のことを忘れられるのとかっていうのをいちいち一つ一つなるほど潰していくんです、ね、潰していく潰していくだからあれですね<お>脳の神経回路っていうのが心を生み出してるわけなんですけど、はい、そこのプログラムを変えるみたいなそんなイメージですかね、はい、そこを放って、はい、体のトレーニングとかいっちゃうからダメってことだよねとか今の指導者は根性っていう人がま,まだまだ多いまだいますはい このあとなかなか悩みを抱えているリスナーのメッセージが来てるんでちょっと一緒に考えてていいいいただよよろしいですかよろしししですすかくお願いします先ほどちょっとご紹介したんですけど、はい、京都府のラジオネーム一さん31歳女性なんですけど、はい、お仕事されてるとこでなんか周りにいるちょっと口の立つ人とか上司へのオベンチャーがうまい人がなんか出世しちゃってなかなか努力が報われないイメージがあると。はい どうしたらいいんですかっていう。うん、どうしたらいいですか彼女に聞きたいのは、<う>口の立つ人や上司へのおんチャらが要領よくやってる人が出世を知ってのは、例えばどうして知ってるんですかって知りたいし、黙って努力をしてる人は認められないのは、どんな事実があってそう思うんですかと。なんでそれかっていうと、これってそれこそそのコーピングの理論で言えば、はい、いろいろな問題に対して、 どんな風なものの捉え方をしているかっていう、この方の考え方の癖が、過度な一般化思考の見立てができるかなっていうのが一つです。<laughs> <laughs> おっしゃる通りですよね。茂木、ね、先生はお分,か分かりますあの、客観的な事実がどうであれ、はい、一層さんがこういう認識を持ってることはまあいいと。ただ、はい、し、一層さんが、例えば一部分の例をとって、それを過度な一般化、世の中全部そうだっていうふうにしてるんじゃないかと。はい。 いいう可能性もちょっっとと抑えたいってことですよね、はい、でも彼女に伝えたいことは大きく分けて2つで、はい、2> その彼女の考え方の癖で目の前の事実をもし歪めてるんだとしたら、うん、まあそれってどうしてだろうねっていうのはうほぐしてはあげたい。うん、でもこのことをもしも落ち込んでらしたりとかしてたのであれば、はい、2>, 2つ目になるんですけどいやいやいやこんな風な悩みがあるって イラッとしてますかそれとも落ち込んでますかどっちですかって聞いたら、うん、もしかしたらこの方は、だって私認めてもらえてないから、ずるいと思って世の中にイラッとしてますってもしおっしゃるとしたら、良、はい、かったですねって私は言います。えー、なんでかっていうと、イラッとするとか悔しいってこんな素敵なエネルギーを持ってるってことなんだから、 このエネルギーの使い方を間違うとそりゃ人のこと殴っちゃうかもしれないし悪いことするかもしれないけどうん、うん、こんなにイライラ今に見てろとか悔しいなんて世の中は不公平だって思えるのなら、うん、この感情エネルギーを良いことに使いましょうこのエネルギーをあなたの行動に変えていきましょうって伝えてあげたいですだから i s さんちょっと苦しんでる、はい、だけどエネルギーの元なんだから。元です。 それを変えていけばいいじゃないかと前向きの行動する力にってすごい、ね、こんなコンプレックスがあるのってよかったねなんです、うん、でこんな時だったらきっと31歳でいらっしゃるから <laughs> 私なんて小谷美香子さんが綺麗なことがどんなにコンプレックスだったそこ行きますかそしたらそういう,こう今に見てろとか悔しいとか自分は悲しいとかとそういうのはなななんんてて素敵なエネルギーなんだってことですねいや僕は全くそんなことなくさっきも言ったようにねお二人とも綺麗に見えたんですけど <laughs> 田中さんの。 認識の中では何小谷美香子だけチヤホヤされてるって思ってたってことですかっていう過度な一般化思考だったら自分が。<laughs> まあそれが今のでもエネルギーになってるわけじゃないですか。そう,すそうです。あ、じゃあもうこの一艘さんのことは分かる感じしますあ、すごい分かります。もう頑張ろう頑張ろうっていう感じあの、ちなみにですね、この一艘さんの中にあったその、要領が良い人、一つ一つ努力をする人、はい。世の中にこういう人って、 いることはいるじゃないですか。そうですね、そうです、ね。これ生き方が違うってことですよね。うん、私あの容量がいいなこの人なんて思うときに、これって私はこの人の一面しか見えてないんだろうなって思うようにしてます。素敵ですね、まあ。頑張って思うようにします。大丈夫。そういうふうに言えたら本当にいいと思う、うん、一生懸命そういうふうに言うことに決める。 一つ一つ努力する人っていうのもじゃあひょっとしたら他の側面もあるかもしれないしね、はい。何かその仕事に関しては一つ一つ努力しなきゃなんかこううまくいかない方なのかもしれないけど、うん、もしかしたら他のピアノはするっとできたのかもしれないしその方のその時は難しいだけかもしれないし<ー>、はい、でも努力なさってんだから素敵なことだし。そ,そうですよね僕あの もうな容量が良い人って意外とほら世の中でねうまくいって、はいまあ、磯さん言うようにちょっとずるいって感じもするかもしれないけど逆に容量が良いから、はい、ちょっと器用貧乏ってわけじゃないんだけどという人もいらっしゃるじゃないですかんか自分に残らないというか、はい、トータルで考えるとそ,、うん、そんなにね人間っていい割って簡単には決められないのかなっていう。はい だ、もしこの、一生さんが認められたいってことを口に出してくださったなら、はい、これもちょっと勝手な見立てですけど、これしか読んでないからわかんないですけど、一生さんには、コミュニケーションスキルとか、アサーションスキルとか、はい、そういうもっとその、技術の方を、じゃあやってみるっていうふうにお勧めするかもしれない。<laughs> アサーションスキルって、これは日本語で何て言うんですかアサーション。自分を <laughs> まあ積極的に表現する論理的に説明ができる能力はい、はい、よくアメリカ人はアサーションってアサ,アサティブって言いますよねはい i、はい、s さんかなり参考になったんじゃないかなっていうのとあとそういう分野があるって知るだけでも全然、うんはい、これはもう解決できることですから一層さんがよし自分が変わろうと思ったらすべて解決できることです、うんうん、いや素敵だなあはあ、い、よかったですよねだからそのメダリストになった後人生再スタートってわけじゃないけど だから悩んでよかったし多分ソロという種目で私は1位になって引退しなかったことは一番良かっったたことだったとだは思いますソロだったらちょっと違うとあのソロは小谷さんに負けたから小谷さんんた、まあ、じゃんだそれはすごくおかげです。もう あんな素敵なライバルがいたからこそここまで人生長くモチベーションが持てるってだって,だってさ時代が45年ずれてれば小谷さんなんていなかったわけだしそう,だでそうすると多分天下,でしょ天下通ってたとしたらだよ、ね、もう全然ダメです私怠け者だからそんなライバルがいないと練習しない人だから。 全全然然だださんは真面目な人だったの世間的に見たらもうね田中さんもう大スターですけど <laughs> そう小谷さんとのライバル物語の中でなんかいろんなことがあったってことなんですよねい<や>もう全然だから実は自分はもう怠け者だし足も短いしで,でもうしょうがないからもう根性だ根性だってそれこそ選手の時は思ってたぐらいで。いや それだけ多くの経験という、まあ、その糧が、まあ、田中さんのお仕事の背景にあるってことで、これは説得力ありますね。ぜひまた来週もこの話の続きお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい